今日まで生きてた人生全部かけてやるんでね、はい、それはもう命がけでやってるんで。時代劇やるときってちょっと気持ちの引き締め方が違うというか、緊張感がちょっと別物ですね。今は本当ここまでカツラと衣装を揃えて時代劇ね、出演者が40人近くいてっていうのはなかなか見えないんですけど、和太鼓を聞くと血が騒ぐのと一緒で、時代劇のセリフを言うと、ああ日本人なんだっていう。やっぱり2回目やった時も、あ、やっぱり全然最初と違うなって思って、で今回も結局蓋開けて、稽古場でみんなで本読みした時に、あ、もう全然違うなっていう。だから人が違えば絶対違う作品になるなって、やっぱ芝居と面白いなっていうのはそこですよね。同じ作品だからってずっと同じじゃないっていうのが、だからやっぱ今回の座組にしかできない作品になるっていうのを確信したんです。この時代劇もそうだし、まあ役者っていう仕事もそうだし、僕の人生もそうですけど、役も人生もやっぱ全て一緒。うん、絶対この座組って一生ないですから、ね、まあ10回公演だったら10回公演あるんですけど、その日のその時間の回ってもう一生に一度なんですよね。人生80年いたら80年生きてたったその日の2時間なんですよ。だからそれを共有できてるお客さんと僕たち演者っていうのはもう超運命です。外れのない宝くじにしなきゃいけないんですよ、私は。あの空気を作ったり、間を作ったり、拍手だったり、ため息だったり、歓声だったり、あれがすごい俺たちの背中を押してるじゃないですか。毎回違いますから、ね、毎回違うんです。だからお客さんが違えば舞台も変わるし、うん、それやっぱもう何つっても舞台の醍醐味ですよ。だから本当劇場ってそんなに敷居高くないんで、ぜひ劇場で肌で生の役者の芝居を見てほしい。舞台でしか味わえない演者とお客様のその距離感、その空気感、あなたしか感じられない空気を味わうのが一番いいと思いますね。ああ、もう探偵作品はもう時代劇ですけど、もうエンターテイメント、もうバリバリのエンターテイメントなんで、それはもう見てのお楽しみですけども、ザ・時代劇というよりは、まあ、サゼンってカタカナにしてる理由はそこかなって。